おーい、かなで。かなで、起きろ。おい、起きろって。8時10分前だ。遅刻しちまうぞ。ようやく起きたか、この3年寝太郎。これ以上寝てるようなら、見捨てて先に学校行ってたとこだぜ。早く着替えて降りてこいよ。10分だけ待っててやる。お前んちの郵便受け、なんか入ってるぜ。へえ、やけにでかい封筒だな。通販カタログでも入ってんのか？と、やっべ！んなことしてる時間ないんだって。走るぞ、奏。遅刻する！その封筒学校に持ってきてたのか。気になるんならさっさと開けちまえばいいだろ。横浜あまね学園入学案内？なんだこりゃ。小日向奏殿、如月京也殿、両名のあまね学園への入学を歓迎いたしますって。音楽を志す若者に優れた環境を提供。専門的な音楽教育で将来を担う人材の育成を行います。音楽大学じゃないな。高校？なんでこんなもんが届いたんだ？高校の入学案内なんて今更もらったってどうしようもないだろう。棚で、お前がガキ臭いから中学生だと思われたんじゃねえの？俺の分まで入ってるってのは余計だけどな。ほら、泣くほどのことじゃない。バイオリニストなんだろう。泣いていたっていい音なんて出やしない。立ち止まったらそこで終わりだ。バイオリニストなら前に進まなきゃいけない。このバイオリンの音を輝かせることができるのはこれを弾く人間だけだ。だから演奏者だけはバイオリンを裏切ってはいけないんだ。立ち止まったらそこで終わりだ。前に進まなきゃいけない。よう、奏で。なんだ、今日は早いな。珍しい。なんだって？転校する？横浜あまね学園に？おい、本気なのか、奏で。本当に横浜に来ちまうなんてな、信じられねえ。2年のこんな時期に転校なんて普通ありえねえだろう。お前な、お前がそんな風にぽやっとしてるから俺が巻き込まれたんだよ。あの子が見知らぬ大都会でどんな目に遭うか心配で心配で息もできんなんて。お前んちのじいさんが毎日毎晩うちの前で拝み倒してくるから、俺まで転校する羽目になっちまった。いい迷惑だぜ。ま、お前一人じゃ放っておけないってのはわかるけどな。すげえ。なんでこんなに静かなんだ。そうか、防音だからか。パンフにも載ってたもんな、完全防音、冷暖房完備って。けど誰もいないな。本当に人の気配が全然な。しかし綺麗な建物だな。中に入るとますます学校って気がしない。俺なんてここにいちゃいけない人間なんだ。おっ、何でも、何でもありません。最初から分かってたことなんです。俺なんかがあばねに憧れて入学したのが間違いだったんです。俺はこの学校に入っちゃいけなかったんだ。俺はここにいる価値がない。俺の音は雑音でしかない。俺のチェロは存在しちゃいけないんだ。すみません、俺。
何なんだよこの学校は。ここが理事長室みたいだな。なあ、本当にこれを開けるのか。そしたらもう本気で後戻りできない気がしないか。ここまで来たら行くしかねえか。そうだよな。あら、こんにちは。いらっしゃい。ああ、あなたたちは転入生の如月恭也君と小日向奏さんね。横浜天音学園へようこそ。転入おめでとう。あなたたちが来るのを待っていたわ。あ、どうしたの？緊張しているのかしら。そうよね、転入したばかりだもの。緊張しても仕方がないわ。はじめまして、私はこの学園の理事の三影涼子です。わからないことがあったら何でも遠慮なく聞いてね。三影、そいつら二人が転入生か。小日向奏、貴様がこの横浜天音学園に来るとはな。よくもこの学園に足を踏み入れたものだ。よほど命が惜しくないと見える。まずは祝福しようか。貴様の蛮勇。貴様らがいかに俺の軍門に下ることを望んだとしても、この横浜天音学園への入学を認めるか認めないかは俺の胸三寸ということだ。何？この天音に入れるだけの価値があるか試してやろう。バイオリンを弾いてみる。意味を持つのは音楽の持つ力、ただそれだけだ。バイオリンを構える。弾く気もないのならば今すぐにここを去れ。どうする小日向奏。尻尾を巻いて逃げ出すのならば今のうちだ。おい奏。いい度胸だ。凍てつく真冬の夜への招待状だ。嘘だろ。バイオリン一本でこれだけの演奏ができるのか。貴様らは天音に不要。今すぐに荷物をまとめて出ていくがいい。聞こえなかったのか。貴様らはこの横浜天音学園に立ち入るだけの価値がない。即刻この場から立ち去れ。